レアルマドリードを率いるジュネディーヌ。時段監督が、モナコに所属する、U、U-19 フランス、ヒョーディ DF、ブノワバディアシルに、熱視線を送っているようだ。スペイン、アスなどが現地時間31日に、自他。今シーズンのレアルマドリーはダゾーンで、でもどこでも簡単視聴。1ヶ月無料お試し実施。時段監督は、 同郷の若手に目を向けていて、クストバランとも呼ばれる、バディアシル、その一人であるという、時段監督は、水面下、動いていて、同選手にも接触しているようだ、なことは2024年まで契約を残している19歳の、逸材 DF は、3500万ユーロ、約43億円から4000万ユーロ、約50億円の当渡る、金が設定されていて、 若手としては高額であ、フランス、レキップによると、ウォルバーハ、プトンがサクカ、モナコに3400万ユーロ、約42億円の、お、あああを提示したが、拒否されたようだ。それも、リマドリーは、若手 CB に対して高額内積金を、示する必要がある。バディアシルは、モナコの、部組織から2018年にトップチームデビュー。 u 16か u 19まで各年代のフランス代表にも選出されている。今季はモナコで公式戦20試合に出場。192センチメートルの大 CB である。